あざまー、坂上石ころです。全員使って遊ぶじゃーん。楽しいウィニングルームできそうな感じしますけど、相手が危ない。なんやこいつ、しょうもな。タイガくん、ひらがな、なるほど、これガキだな、殺すか。こっ、いやそっち、いやルーガスボーラ来たからオッケー。俺さっきのじゃあ完全これリュディガーさん、ありがとうございます。だこれ、ただ若干たまに加速強すぎて停止追いついてない時あるけどね。音もガルクみたいになっちゃってるけど、なんかそグググググビャーみたいな。まあ、そこはちょっと俺がうまいこと使いこなしていくってことで。で、俺一個試したいことがあって、なんか、この、オフェンシブミッドフィルダーの位置で、メイソンマウントを、セントラルミッドフィルダーで使ったら強いって、某パンが言いよったわけよ。ってなってくると、一体誰がてっぺんを務めるんだって？そりゃよ。ポジション適正向上ぶち込んで、センターフォワードもしくはセカンドトップができるようになったデレアリが務めるんだよ！ポン！務めるんだよ！ポン！まあ、よ、これでチャンスメーカーを消して、メイソンマウントを2列目からガンガン飛び出させようっていう作戦ね。ってなってくるさ、このなんかそのデレアリーズラさん、メイソンマウントっていうこのなんかお気に入りトライアングル、これいいですね、これ見てるだけで楽しいよ、これは。マジでやってることともこれ。こんなエッジは、初めてーレーティング1388、ナメダルマ、お前捕まれ！できれば前世の3人だけは調子いいであってほしい。いや、ありがとうございます！オッケーオッケー、ここに来てちゃんとなんかみんな試合できんじゃん、やったぜ。いや、全員絶好調だろ。こういうフライすればいいんじゃないか？さすがカイザーだ！そしてデレアリのこの、プレイ見てください！ズラダここ！うまい！いや、来た！デレアリズラダ行こう！行け、ズラダ！ボルバでどうか！ウニニマジで回線。ちょっとやばい。メイソンマウント、あー、メイソンマウントがくるくる回っちゃってる、迷子になっちゃってる。やっぱチャンスメーカーじゃなくなっちゃったから、初めての無印で若干緊張してるかもしれない。ユリガーがやべえ、突っ込んだらこうなる。最長のチンボーだ、イブラヒモビッチ。ボールをうまいことキープ、そしてデレアリ、お、来たか、これがセントラルミッドフィルダー。メイソンマウント、やべえ、恐ろしさを思い知らせて。メイソンマウント、なんでトンネルしちゃったのよお前。カズミロ、はい、あ、ナイス、カズミロ偉いぞ。お前そこで前に出てくるのはでかい。じゃ、カズミロちょっとなんか味方変わってくるな。いや、メイソンマウント、ここでこのフライすればすごい。で、ズラさんがズズーくそ、ズズさんだ、これじゃ。マウントセントラル見てみるとめっちゃいいかもしれん、これ。実際だってもう無印。あ、やべえ、ルディガー頑張れ。あ、かけっこ負けちゃダメ、ルディガー。あ、ルディガーかけっこ負けちゃダメ。止まらないな、すぐに。やべえ、やべえ。なんか感性働きまくってる。メイソンマウント。うめえ、お前、ワンパ持ってねえのによ。ワンパ持ってるようなプレスんじゃねえ。リュガエル。あ、ごめん、手触れだった。画面、間違えた。でも、なんとかなんだろう。うわ、シュート打ち上がった、こいつ。やりすぎだろ。トニクロースミドルだ。はおい、至急ぶち抜きシュートじゃねえか、これ！やばすぎるだろ！えげつな！なんじゃこれ！やばすぎる。あいつだけなんか別のゲームから来てる。あれ、ゴルシュみたいな感じでさ、あいつもボーボーの世界線から来てるって言われてんじゃん。同じ、あいつも稲妻イレブンから来てるわ、あいつも。皇帝が平民ぶち殺してるわ、容赦ね。デラリ。このダブルタッチ、エロすぎる。いや、いや、惜しい、いいパス回しするじゃないの、あんたたち。しかもなんか上がってったのがメイソンマウントっていうのはガンガン行くよ、あいつ。あいつ2列目止めたその実質。セントラルミッドフィルダー9やからさ、まあ、ディフェンスにもなんかそこそこ貢献してくれ。マテオ・コバチッチがやべえ。お前なんか全員がなんかギアかかり出した、マジで。お前なんかトニクロースの号令でさ、なんかみんな動き出したけど、まさに皇帝だ、あいつ。カゼミロ。いけ、カゼミロ、そうだ、お前を見せつけて。いや、いいぞ、カゼミロ。パス出して。デラが一回下げ、やばい、どうしよう。ぐだった。あー、ぐだった。やべ、あー、俺だけ足引っ張ってるわ、ごめん。カズミロ、ナイス、えらい。カズミロ、ちょっと味方変わってくるかも、えらいぞ、お前、ちょっとなんか、久々で使ってみたら、テール、そうだな、デレアリー。で、ボール持って、これ、待って、こま、メイソンマウントだ！いい上がりは惜しい！まあ、さかいちょっとズラさんを変えてから、ルーカスモーラ行かせてみます、一回。どうなってんの？そういや、あんまり見てなかった、蹴ってる87、キック力93、うわ、そ、嘘だよ、これ。150あるよ、絶対。はい、だけで、リュディガー頑張れ！リュディガー！リュディガー頑張ろう、リュディガー、リュディガーやばい！ルディガー、あー、マルディニ頑張って。みんな、よしよしよし、オッケー。周りを囲め。フォルラン頑張って囲んで、クロース。ワンパン、うまい。マウント。低い位置からのマウント。そうだ。で、こっから飛び出してくると。間違えない。ロケットマウント。ロケット、ロケットマウントだ！ロケマン！ロケマンってなんだよ。エロ。これどうする？ルディガー裏来るよ。ルディガー！ルディガー抜かれてる。ちょ、待って、ルディガー。あれ？なんか、ルディガーがなんか変になってるかもしんない。そこ取られちゃうのまずい。マルディ、あ、マルディニ背中！やべえ、来る。で、マリディ、いやー、うとうちゃん、それ、嘘でしょ？バカ野郎か、お前、そんな物通すだけで。俺だけか、お前、火だか、お前、超の、マジで。待って、コバチチ、こう、うまいこと回して。一回マウント行こう。で、このスルーパス。モーラ、そうだ、お前、パスもできるな、デラリー。見せてやってくれ。お前なら、パス出せるぞ！ほら、出せちゃうんだもん！すごくな、骨ないんだよ、あいつ、多分！一回セットプレーでも何でもいいから、点取り返そうぜ。そういう、マウント、うわ、マウントダメだ、ちっちゃいから可愛い。マルディに。トゥエル、お前もシュートやばかったよな。デレアリが来たぜ！おらはは！ここでデレアリを！なんでだよ！あ、やばい。うわ、がっぽり開いちゃってる。なんとかカズミロが！カズミロ頑張れ！
風見ろだ。おい風見ろ、変わってきたな風見ろ見る目が。まあそれでもあの被ったことは許さんけどな。やばい風見ろ、風見ろ、な何やってんねこいつら。うん、いやここ切って下キャだ、いいキャだ下キャ、素晴らしい。コバチッチ。で、マウントがもう一回コバチ使って、そうこの細かいパス回し。うん。で、メイソンマウントが行って、いや、マウント行こう、ダブルタッチだ、この早すぎダブルタッチ、お前に捕らえられまいて、これがメイソンマウントじゃ、覚えとけ。おい、セントラルミッドフィルダーキーをバチ余りやき、ありがとう、メロンパン、今日からメロンパンばっかくを。おい、完璧、ここ、シモンケアがやっていく。そして、コバチッチが縦パトゥー。で、ルカス・モーラが、ルカス・モーラ、何やってんの、こいつ。やばいやばい、カズミロ。しもきゃ、あ、やばい、あ、終わった、捕まれ、はよ。お互いにフルパワーを一発ずつかまし、そして、お前は勝利を確信してフルパワーもしたそうだよな。だが、しかし、戦いっていうのは、何が起こるかわからないよな、クロス。マウントだ！マウントすごい、守備も攻撃もマウントだ！コバ！モーラ！モーラ！許せよー！決勝結果！両面スクだ！以上！終わるわけねえだろ！もう一度やるぞ！くそ！最終試合に関してはあんまり変えるつもりはないんやけど、強いて言うならオフェンシブミッドフィルダーコバチッチ、これがどんなもんかちょっと最後に確認しとこうか。あと、リュディガーが、なんかやっぱ感性強いな。あれこれ慣れるまで時間かかる。瞬発87かほんまに。そちらのテオエルなんです。こいつもちょっと頑張って使っていこうと思う、さすがに。これも、完全だってもうあの、サッカー部の隣で練習してる陸上部になっちゃってるから、ずっとこうやって走ってるから。いや、でもちょっとわかることがあります。我々のチーム。一つになってきてます。個性もガンガン発揮できてきとるし、チームとしても一体感が増しとると。ここで集大成見せつけよう。レーティング戦には50ちょうどいいんじゃないか。毎回これ言ってるね、俺。さっき調子よかったからな。もう一試合頑張ってくれ、みんな。そうなるよな。カズミロがついにおなら超えてうんこになりました。メイソンマウントも若干調子悪いとこれきついな。で、相手がうげげーって感じする。まあちょっとオフェンシブ見てみれば、コバチッチがどこまでやれるかやな。で、ここはズラさんがしっかり胸取らしてしまうと、これが大たるゆえだ。コバチッチ早い！うわ、お前それ、すごい！コバチッチ！うわぁ！これはコバチ。あれ、あいつ2列目初めてじゃないね、あの子もさては。リジが、そういうこと偉い。今のでボールさばけるの結構偉いぞ。マウント、例えば、すんの読まれてるけど関係ない。コバチッチ上がる！そしてこの、推進力、このスピード感。で、パス出してクロースが来て、で、ちょっと浮かせたボールをなぜか蹴ってしまう。わい。バカは高いところが好きって言いますからね、間違いありません。すっきゃ、ナイス。で、リジが戻って、オッケーオッケー、トゥエル。トゥエル頑張れ、これスピードだから、99だから。あ、なんか違うのかな、なんとか埋めていきたい。トゥエル。そうだ、うまいぞ、デリアリー。で、ここで、一回メイソンマウント。立てます、通ったな。そして、コバチッチ、そういうパスできちゃうんだな、お前は。気持ちいいぜ、これがズラタイモラミューチュルだ。お、おっぱい、あ、これやっちゃったかも。うわ、デリアリか。デリアリできるかな、ヘディング。やれるさ、デリアリは。できないことは何もないんだからな。まあ、まともに生きることぐらいができない。なんなら、風見ろ。取れ、ナイス、か、こぼれだ。ここで拾えたらでかいよ、みんな。うわ、小町違って立場になっちゃってる。あいつなんか調子乗ってねえか。危ない、風見ろ、そういうことだ。 やばい、マウント。やべえ。うわ、今回打たれて終わる。ほらな。釣りでもしてんのかと思ったわ。いい気持ちいい音聞こえました、ネットの。トニークロス。やっちまった。やばい、冷静さを変えたら終わるぞ。ズラさん。ナイス、ズラさん、ここ。ナイス。で、小町一。うまいぞ、小町、それは。で、デリアリがボロ持って。ここにいるんだよ、トニークロス！よく上がってきた！本当はあの中、あいつが良かったけど、リュカエルやテオエルが良かったけど、クロス、ここで一回こっち持ってって、テオエルでも使ってみる。クロスだ、テオエル！いや、いいじゃねえか、コーナーキックはもらっとこう。曲がりくねらせて、ズラさんだ！いける！これでいいに。このショートパスどう？いいんじゃねえのか？広え！逆にオフェンシブミッドフィルダーで正当なメイソンマウンドを見てみたいという気持ちもある。これちょっとやってみるか。マルディに、ここだ！さすがマルさん！で、モーリーニョが、あ、ごめん、モーラだった、間違えた、すげえ間違えした。モーラ、さすがだぜ！この受け流しから、え、死んだ！ほら、これ、な、あー、うまい！デレアリ執念のゴールだ！これがとってのも落とすバーズよ、間違いねえな、おい。はいつくばってでも点は決めろ、いいんだ。見る、見る、あ、ちょ、まずい。かすみの、ちょ、それは非常にまずい。ちょ、なんとか、なんでか。ルディガー頼む。いや、ない、ルディガーが。ちょ、使い方が悪いんかもしれん。ルディアがダメだと思ったらダメになっちゃうから、しもきゃ。ナイス、そうだな。で、マウント、最後。このスルーパスおしゃれじゃない、おしゃれさ重視すぎ。女子高生、お前は。テオエル、縦でクロース。待て、トゥールだ、そうだ、テオエル、偉いぞ。ここで上がってくる、デリアリー。で、ポール決めて、トゥールだ、テオエル、デリアリー頑張って、え、なんで手触っちゃった、こういうなんかこっそりずるしちゃうところなんてかっこいい。マウント、もうだ、いけー、これがスーパーダウンのボケや。ラスト1点取るぞ、世代勝つ。
戦わず、この4試合目して、俺たち集大成を見て、ちょっと待って、クロース、俺たちにワンパチロって言ったけど、もう体勢整えてからでいいから、何あの従順な工程偉すぎ。もっとなんか重機までいいのに、もうほら、上がってきたぜ、メイソンマウントが。クリアリ行ってくれ、クー掃除あーんあんあんバンバン。あぶね。デュエル行け、デュエルこれは全て、スピード瞬発99のお前が、この最後の番目に確定しろ。逃げ止める、そうだ逃げデュエルやばい。あーはは、あ、あ、あー99、リュディガーのここ、ノリ以上